おー、おー、誕生日おめでとうございます。もうあんまり言うのがちょっと嫌になってきた誕生日になってきたよね。お父さんです。相変わらずお父さんです。ずっとお父さんなんですけど、あのいつもここで歌って、あのビデオを撮らせてもらってるんですけど、なんとあのいつも2台撮って、あの YouTube というところにあの動画を投稿してるんですけど、で先日あの出張で横浜に行きましたら、そういうあの歌を歌ってますよみたいな、で動画も撮って載せてますよって言ったら、あのその人がぜひそれを見せてほしいって言うんですよね。で見せて、で 10秒ぐらい見たら、で感想を一言言ったんですよ。ボケ防止にいいですね。もうちょっと他になんか言い方なかったかな。僕もあの誕生日はもう終わったんですけど、今年の1月で63になりました。こうって息子がこの年だから普通ですよね、別に。まあそんなわけで、あのちょっとボケ防止の曲をやりたいと思います。じゃあボケ防止の曲じゃなくて、ボケ防止になるための歌を歌いますかね。早川芳雄のあのサルビアの花というのをやってみたいと思います。いつも思ってた、サルビアの花をあなたの部屋の中に投げ入れたくて、そして
すみません、いつもあの励ましの拍手と同情の拍手をいつもしてもらって感謝しています。